腕の毛を作った方がいい。はい、こんにちは、博士文です。今日は、皆さんに僕の腕トレ、本当のガチのトレーニングの方法を教えようと思うんですけども、最近の腕トレは二頭筋、実は一種目なんですよ。この一種目何をやるかっていうと、インクライナーメーカーです。足はまず上に乗っけます。で、頭もシートにつける。それで腕は脱力します。そこで上げるんだけど、これで思いっきり収縮させますね。で、思いっきり収縮させて、頭はつけたまま、足も乗っけたまま、このままゆっくり下ろしていくんだけど、ここからがポイントで、僕のインクライナーメーカールは、ここでもう完全に脱力します。で、もう一回頭をつけたまま上げる。で、ゆっくりと下ろす。一回一回でこう区切るっていうのが僕のやり方なんですけど、上がんなくなったら今度はシングルに変えて、これでまた上がらなくなるので続ける。1セットで完全に力を使い果たすようなセットを3セットやって、二頭筋の種目終わり。2種目目に高重量のスタンディングのダンベルカールを持っています。これが30キロ。よくトレーニングは綺麗なフォームで追い込むっていうのが主流なんですけど、僕の持論なんですけど、綺麗な正しい優等生みたいなトレーニングだけで得られる筋肉っていうのは限界があると思ってて、絶対こういう荒ぶるトレーニング、振り回すようなトレーニングも時には必要だと思うんですよ。上がるときはもうハンド使っていいし、ただネガティブのとこは体力する。ここだけちょっとイメージしてます。ポイントはストラップ使わない、素手でやる。全部もうまとめてきたじゃん。パワーの種目です。ライングエクステンション、これを、怪我には気をつけて高重量を振ります。不甲斐ないな。もうちょっと上がると思ったんだけど、3回4回やったけど、上げ方も超雑で汚いっていうか、ここまでストレッチかけて、なんかここまで戻してこうプレスするみたいになっちゃったから、ちゃんとこういう風に綺麗にやりたかったな。この後、もう普通にちょっと重量として60を何回かやろうかなと思うんですけど、これを2、3セットやったらもう僕の腕トレは終わりです。なかなか腕が発達しない人とか40センチいかないよっていう人は、ちゃんと腕の毛を作った方がいい。で、あえてセット数を少なくする、もちろん強度を高めるんだけど、っていうのをやってみてください。腕太い人はみんな腕の毛作ってると思う。なんでちょっとこれは参考にしてみてください。ということで、広尾にあるプラチナムジムでちょっと撮影させていただきました。高級ジムだけど、近い人はちょっと来てみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。